こんにちは。経済学部現代経済学科中村健太です。本日はよろしくお願いします。僕の趣味は、サウナが好きで、サウナはもちろんその東京都内のところも行くんですけど、まあたまにはたまになんかその静岡だったりそういうところの、まあ、有名なサウナのところにも行って、でそこでドライブがてらに行くっていう感じで、まあ休みの日とかはやったりしてますね。こちらどうぞです。僕のね、僕はバイトで時和亭というところで、多分知ってる人は結構いると思うんですけど、レモンサワーの飲み放題で蛇口がついてて、その蛇口からレモンサワーが出てくるっていうところで、バイトをやってます。バイトのエピソードがあって、入った初日に、ちょっと酔っ払ったお客さんに履いてきた靴に履かれてしまいまして、3万円をいただいたという、エピソードがあります。本当は2万円です。1万円得をしました。ここがですね、僕の、まあ、大学、成蹊大学の中で、まあ、好きなところですね。まあ、今日はちょっとあいにくの曇り空なんですけど、まあ、晴れてる日は気持ちよくて、まあ、ここいいですね。ここでね、まあ、寝転がったりしたいんですけどね。この非常に芝生が気持ちいいんですよ、晴れてる日は。あ、すごい。非常にもう、気持ちよくて寝てられますね、これ。あ、いいですね。一緒に寝てみますか。はい。あ、じゃあどうぞ。これ晴れてたら気持ちいいんですよ。うわぁ、いいですね。気持ちいいです。ぜひ皆さんも寝っ転がってはいかがでしょうか。